講師の星野徹です。今日はですね、早いフレーズを弾けるようにする練習方法ということでお話ししていきたいと思います。早いフレーズの攻略、皆さんの永遠のテーマみたいな感じではないでしょうか。私も苦戦します。それで多くの方がですね、早いフレーズを攻略する際にゆっくりなテンポから徐々にテンポを上げていって目的のテンポに近づけていく、そういった練習をされると思うんですね。で、この練習のやり方間違いではないんですけど、この遅いテンポから徐々に上げていくっていうやり方ですね、無意味になってしまうことがあります。で、その理由は後でお話しするとして、じゃあどうすればいいかというと、まず目標のテンポの右手の運指を決めるという作業をしてから、ゆっくりなテンポから練習する、こうした練習のやり方をしていくといいです。今日はですね、この目的のテンポの右手の運指を決めるというやり方と、この練習を進める2つの理由をお話ししていこうと思います。はい、それでは早速解説していきます。こんなフレーズがあるとします。で、目標とするテンポが160だとします。まあ、この時、まあ、1音ずつまずさらっていきますね。こんな感じですね。こんな風にして、まあある程度弾けるようになったら、ゆっくりから練習するんじゃなくて、いきなりもう目標のテンポ160で弾いてみるんですね。そこで右手がどんな指の癖があるかを見てあげるんですね。こんな感じですね。こんな感じですね。はい。で、いきなりすぐにこんな風に弾けないですよね。なので、最初はですね、全部しっかり、鳴らす必要はありません。力を抜いた弱いタッチで、こんな感じで。こんな感じですね。力を抜いた弱いタッチでいいので、まあ、ある程度繰り返し弾きます。この目標のテンポで自分の指はこんな風に動くんだという風に自分で認識するっていう作業なんですね。これが大事です。で、しばらくこの作業をやって右手の動き方を確認したら、今度はですね、どの音符を人差し指で捉えているか、どの音符を中指で捉えているかを譜面に書いていくんですね。で、僕はこんな感じです。自分の指の動きっていうのを確認してから、ここからですね、初めてスローなテンポで練習していくという流れですね。早いフレーズをですね、練習するにはこうしたやり方がおすすめです。で、このやり方を進める理由をですね、この後2つ解説していきます。はい、今回のこの練習のやり方を進める理由なんですけど、2つあって、1つ目は早いフレーでは結局手癖になってしまうから、そして2つ目が遅いテンポで練習していくと途中で右手の運指を変えなきゃいけないっていうケースが生じるから、この2つにあります。で、1つ目の早いフレーズは結局手癖に頼るからということなんですけど、まあこれはそのまんまで、早いフレーズほど手に余裕がないので、まあある程度の速さになってくると、最終的には自分のやりやすい指癖に頼るようになってしまうんですね。まあいくら効率のいい右手の動きをゆっくりなテンポから考えて、まあここはオルタネイトがいい、ここはレイキングがいいみたいな風に考えたとしても、最終的には自分の指癖に頼ってしまう。そんな風になってしまうケースが多いんですね。なので今回のようなゴールの形の指癖を可視化することで、自分の手癖の精度を効率的に上げることができる。これが今回の練習のやり方を進める理由の一つです。で、二つ目は、これ経験ある方多いと思うんですけど、遅いテンポからいきなり練習すると途中で右手の運指を変えなきゃいけないことって結構あると思うんですよね。例えばテンポ160での完成を目指してる。で、テンポ90から練習をするってなった時に、これがテンポ90。
で、テンポ100こんな風に徐々にまあ上げてって、で、例えば140ぐらいに差し掛かった時に、あれ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 、こんな風にですね、今までやってきた90からの右手の運指のやり方がですね、通用しなくなってしまうってことがあるんですね。せっかくスローから始めて徐々にテンポを上げてって、途中でですね、テンポを変えてしまうようなことになるとですね、その今だったら90からやってって140でつまずいたんですけど、この90から140までの努力がですね、無駄になっちゃうんですよね。で、そうなるんだったらもう初めにゴールの右手の形っていうのを決めておく。そうするとですね、まあ、ゆっくりなテンポからスタートしても右手の形を変えることなく練習に取り組めますよね。こうした2つの理由から速いフレーズを弾けるようにするには、目的のテンポの右手の運指を決めるという作業に時間をかけるといいですよ、というお話を今日はさせていただきました。日々の皆さんの練習のヒントになれば幸いです。はい、最後に1分間のインフォメーション3つほどさせてください。まずは動画の紹介です。ここまでの話はあくまでも方法や考え方の話で、理想のフレーズを弾くにはピッキングそのものの精度を上げるようトレーニングすることが大切です。こちらの動画を再生するとオルタネートピッキングの基礎練習を5分間行い、基礎力を上げることができます。日々の練習に重ねてお役立てください。2つ目、全国対応の Zoom を使ったオンラインレッスンを行っています。ベースの練習方法、音楽理論やアドリブ練習のやり方を学びたい方に、生徒さんのスキルに合わせた丁寧なレクチャーを心がけておりますので、オンラインレッスンよかったらご検討ください。そして3つ目、どんなレッスンを行っているか気になる方は、まずは無料のメルマガをやっていますので、そちらにご登録ください。よく皆さんから聞かれるアドリブ演奏についての限定動画配信、日々の練習の心がけ、メルマガ限定のイベントなども配信しておりますので、ぜひともメルマガ無料ですのでご登録ください。このチャンネルではこういったベーシスト向けの練習方法のレクチャーから、音楽理論、ベースラインやアドリブソロの組み立て方、それからウッドベースなどに関したお役立ち情報を週に2本ほど配信しております。次回の動画もですね、見逃したくないという方はチャンネル登録していただけると、動画が更新された際に視聴者さんのメールアドレスに動画の更新情報が届くようになっておりますので、ぜひともチャンネル登録していただけると嬉しいです。重ねてこの動画がお役に立ったと思っていただけたら、高評価ボタン、コメントなどもお待ちしております。各 SNS のフォローも大歓迎です。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。